2011年ポルトガル議会選挙は南欧のポルトガル共和国における立法府である共和国議会を構成する議員を選出するための選挙で2011年6月5日に投票が実施された3月31日にシルバ大統領がポルトガル議会を解散したことによって行われた選挙である2005年以来 中道左派政党の社会党党首であるジョゼソクラテスが首相を務めてきたが2009年選挙にて議会での絶対多数派を失い厳しい政権運営を強いられてきた。そして政府が作成した禁縮財政策が議会で否決されたことを受けて3月23日に辞任を表明した。これを受けてシルバ大統領は各党の代表と協議を行い各党が 早期の選挙実施を求めていることを明らかにした上で、ポルトガルが直面する経済、社会的問題の克服に向けた、措置の合意が少数与党と野党の間で難しくなっていることで示される政局の明らかな悪化を踏まえ、総選挙実施を合意したとして、議会を解散し6月5日に投票を行うことを31日に表明した。中道派の野党社会民主党が議席を20。 議席以上増やして第一党に躍進。ソクラテス首相与党で選挙前の第一党だった。社会党は議席を大幅に減らして、第二党に転落し敗北した。ありがとうございます。